皆さんこんにちは。父親は元内閣総理大臣の小泉純一郎さんで、弟も政治家の小泉進次郎さんという、政界のサラブレッドの俳優の小泉孝太郎さん。そんな小泉孝太郎さんですが、現在独身で結婚される気配もないようなんです。噂では結婚しないのではなく、できないと言われているようで、真相が気になりますね。そこで今回は、小泉孝太郎さんが結婚しない理由や、結婚相手の条件などあるのか調査してみたいと思います。2022年5月現在43歳になられたので、結婚されていてもおかしくない年齢ですが、小泉孝太郎さんが結婚しないのには理由があるのでしょうか。噂では結婚しないのではなくできないと言われているようですが、どういうことなのでしょう。そこで調査してみると、生き別れの小泉孝太郎さんの母親に原因があることが分かりました。実は父親の小泉純一郎さんは、小泉孝太郎さんがまだ幼い頃に母親と離婚されています。小泉孝太郎さんの母親はSS 製薬の元会長である帯同昭山さんの孫娘で、両家のお嬢様だったそうです。1978年に父親の小泉純一郎さんとお見合いをし、その年に学生結婚されたんだとか。そして同年に小泉孝太郎さんが誕生して、その3年後に弟の小泉進次郎さんが誕生しています。順風満帆と思われていた結婚生活ですが、そうではなかったようです。当時小泉家では父親の小泉純一郎さんの母親と姉が主導権を握っており、小泉孝太郎さんの母親はなかなか居場所を見つけられなかったそうです。厳しい姑と小姑に囲まれ、辛い時期を過ごされていたようですね。そんなこともあり、小泉孝太郎さんの母親は結婚生活わずか4年で離婚されます。なんと離婚当時の小泉孝太郎さんの母親は妊娠6ヶ月だったんだとか。小泉孝太郎さんと弟の小泉進次郎さんの親権は、小泉家に翌年誕生した子供は母親が親権を得られたそうです。これ以降、小泉孝太郎さんの母親は一切小泉家との連絡を断ち、シングルマザーとし三男を育てられたようです。このように小泉孝太郎さんは母親が苦労した姿を見て、政治家の家に嫁を迎え入れたら不幸になると結婚に抵抗や不安を抱いていたようです。なので小泉孝太郎さんは結婚をしないのではなく、結婚に抵抗がありできないのではないかと考えられるようです。確かに小泉孝太郎さんの母親の結婚生活のエピソードを知ると、かなり衝撃的な内容なので、結婚への抵抗感が出てもおかしくなさそうですね。そんな小泉孝太郎さんですが、もし結婚されるとしたら相手に求める条件はあるのでしょうか。調査してみたところ、外見がスペイン人と日本人のハーフで、エキゾチックな顔立ちの女性、飲みかけのコーヒーや食後の食器を放置するのは NG、 食事は小鉢でおつまみから、洗濯は季節に合わせて洗剤と柔軟剤を使い分ける、ムロツヨシを理解してくれる女性だそうです。かなり細かい条件があるようで、さすがお坊ちゃまといった感じの結婚観ですね。この条件を見ると、小泉孝太郎さんの結婚はまだ先になりそうだと感じました。また小泉孝太郎さんが結婚しないのは、ムロツヨシさんや上地雄介さんと仲が良すぎるからとも言われています。調査していきましょう。ではここで小泉さんの簡単なプロフィールをご紹介します。生年月日、1978年7月10日、出身神奈川県、身長177センチメートル、血液型 AB 型、所属事務所伊沢オフィスとなっています。そんな小泉孝太郎さんは芸能界に親友がいます。そのうちの一人がコミカルな演技で人気を集めているムロツヨシさんです。二人の出会いは踊る大捜査線のスピンオフ映画、交渉人増田正義で共演したこと。ムロツヨシさんは小泉孝太郎さんの父である元総理大臣の小泉純一郎さんとも親交があるのだとか。2021年9月に放送された小泉孝太郎&ムロツヨシ自由気ままに二人旅でも、二人
人の仲が話題になりました。ムロツヨシさんは理想の結婚相手について、最終的に本当に孝太郎になってきてと心境を吐露。対する小泉孝太郎さんも、俺がムロさんと結婚するって父親に報告しに行ったらなんて言うかなと妄想したことがあるという衝撃の返事をしていました。2021年10月にトーク番組トークイーンズに出演した際、小泉孝太郎さんは結婚相手に求める条件として、マネージャー的な精神を持っている人などを挙げた後に、ムロツヨシを受け入れてくれる人と加えて笑いを誘いました。親友も受け入れてくれる女性を望んでいるということで、どれほどムロツヨシさんと離れがたい関係なのかがうかがえます。また小泉孝太郎は上地雄介と地元横須賀の幼馴染で、3歳からの付き合いがあります。上地雄介さんが2021年12月のブログで、考えていることも伝わる特別枠だと綴っていました。二人でいると周囲に突っ込まれるほどの親密さなのだそう。また2022年4月に放送された A スタジオに二宮和也さんが出演した際、小泉孝太郎さんとの会話に登場したポテチパンのエピソードを披露。二宮和也さんが、今度横須賀へ行ったら食べてみようと言ったら、翌日に小泉孝太郎さんがポテチパンを二宮和也さんとマネージャーに差し入れてくれたのだとか。スマートな心遣いに二宮和也さんも好感を持ち、小泉孝太郎さんのことを好き、すごいと絶賛。小泉孝太郎さんの行動は同性受けバッチリのようです。また小泉孝太郎さんは2021年5月にライフフィールドマガジンにアップされたインタビューで、自身の笑顔のもと、つまり幸福の源について、親友、仲間、家族が全てと答えています。身近な人を大切にする小泉孝太郎さんは、恵まれた交友関係にあるからこそ結婚に対しての焦りがないのかもしれません。そんな小泉孝太郎さんは2006年に歌手の島谷ひとみさんとの熱愛が噂されましたが、真偽のほどは不明です。2011年4月には常盤貴子さんにの美人ホステスとの交際疑惑を写真週刊誌フライデーがスクープ。女性は友達と話していたものの、韓国料理店デートや小泉孝太郎のマンションを出る彼女の姿が写真に撮られており、親しい関係にあったのは事実のようです。そして2017年7月には一般人美女との熱愛が女性セブンで報じられ、交際を認めていました。当時の取材で小泉家の結婚のハードルについて質問された際、小泉孝太郎さん自身は意識しないとした上で、女性の立場なら大変そうという感情になるかもしれないと分析しています。弟に紹介済みと明かした一般女性とは破局したらしく、2019年5月には女性セブンが女優芦名聖さんと一緒に彼女の愛犬を散歩させ自宅に入る姿をキャッチ。双方の事務所も関係を否定しない対応でした。しかし芦名聖さんは2020年9月に自殺とみられる状況で急逝。年明けには破局していたとされる小泉孝太郎さんもショックを受けたのではないでしょうか。以降2022年までに熱愛報道はなく、恋愛に対する姿勢に影響した可能性も否定できません。また小泉孝太郎さんは2021年10月放送のトークイーンズの中で、弟小泉進次郎が2019年8月に滝川クリステルと結婚したことによって安心し、自身の結婚はまだいいやとプレッシャーから解放された心理を明かしています。2022年3月に雑誌 BST のサイトに掲載されたインタビューでは、20から30代の頃は常に頭の片隅で結婚について考えていたことを回想。当時父親にとことん惚れた女性と結婚するのが一番幸せと言われ心に響いたという話を披露しています。また以前は支えてくれる女性が理想だったものの、ルーティンをぶち壊してくれる存在に魅力を感じる余裕が生まれてきたのだそう。結婚への焦燥感が消え、
心が軽くなったからこそ、いつか結婚したいと気負わないトーンで述べています。もしかすると世間が驚くお相手との電撃婚もあるかもしれません。いかがでしたか？今回は小泉孝太郎さんが結婚しないのではなくできない理由についてや結婚相手の条件について調査してみました。小泉孝太郎さんは2022年で43歳ですが独身であることが分かりました。イケメンの小泉孝太郎さんが結婚しない理由には生き別れの母親が原因に挙げられるようです。また小泉孝太郎さんの結婚相手に求める条件はかなり細かく、全てが揃った女性に出会えるにはまだ時間がかかりそうです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。